あ、そろそろ約束の時間だ。遅れないように早く出よう。ボーリングだぜ。よ、今日も早いな。あ、先輩おはようございます。あんまり早く来すぎんなよ。俺も待たせたくないからよ。あ、すみません。ああ、謝るなって。普通に時間通り来りゃいいの。あ、はい。ボーリング3ゲームぐらいでいいよな。そうですね。じゃ、行こうぜ。これどうなの。お、またストライクのターキーですよ。まあな、こんなもんなら。先輩、ボーリングもお上手なんですね。おう、天才的だろ。はい、すごいです。そうだろそうだろ、もっとすごいの見せてやろうか。え、まあ見てな。あ、7番10番のスプリット。うん、狙い通り。え、スプリットを狙ったんですか。そういうこと。ま、見てな。行くぜ。7番ピンか。跳ね飛ばされて10番ピンに。すごい、スペア取ったっちゃった。見たか、天才的妙技。すごいです、まるでプロボーラーみたいです。だろ。先輩って何やってもお上手なんですね。まあな。苦手なものなんてあるんですか。苦手ね。ああ、あったな、一つだけ。え、何です。秘密。え、教えてくださいよ。そのうちな、そのうち。それより腹減らね。ああ、はぐらかしましたね、もう。でも確かにお腹は空きましたね。じゃ、そろそろ出ようぜ。そうですね。さて、何食おうかな。お前、何か食いたいものあるか。エビフライ。そうですね、私は特には。じゃあ、何でもいいんだな。はい。それじゃ、いいとこ知ってるぜ。行こう。なんやろ。あ、ちょっと先輩、そんなに引っ張らないでください。なんやろな。ここが、ここケーキ屋さんですか。ああ、一見喫茶店風だが、うまいケーキ出すんだよ。おまけにこの時間帯はケーキバイキング、食い放題ってわけ。もうお昼ご飯までケーキですか。いいだろう、別に。ええ、構いませんよ。私もケーキは好きですし。じゃあ、取り行こうぜ。取りに行こうぜ。おう。いっぱい種類がありますね。ガトーショコラ、ミルフィーユ、チーズケーキ、モンブラン。片っ端から持って行こうぜ。そんなに食べるんですか。当然。もう。よし、これで大体一通り揃ったな。じゃあ、食おうぜ。チーズケーキ美味しそう。あ、ちょっと待ってください。え、なんだよ。ケーキ占いってあるみたいですよ。何それ。ほら、このパンフレット、一番好きなケーキが何かで、その人の性格がわかるんですって。へえ。先輩はどれを選びますか。一番って言われてもな、どれも好きだし。強いてあげるなら。そうだな、今はこの桃のタルトが一番食いて。いいね、桃。私はチーズケーキ。おお、さて結果は一緒や、主人公と。なんと書いてある。あ、先輩もう食べてる。んうまそうだったからね。で、なんだって。桃のタルトを選んだあなたは外交的で自信家です。ほほう。しかし時に虚勢を張ってしまうことがあります。特に気になる相手の前では見えっぱりな一面があります。合ってるやん。当たってます。どうかね。まあ当たってるところもあるかもしれねえな。で、お前はどうだったんだ、見せてみろ。あ、はい。
なになに、チーズケーキを選んだあなたは純白のウェディングドレスのような人です。合ってるな。ウェディングドレス、好きな人の好みに合わせて自分を変えてしまう器用さを持っています。うわそうなのか。え、あるさあ自分ではわかりませんけど、占いだからな、わかるようなわかんねえような。そうですね、とりあえずケーキ食おうぜ、まだまだいっぱいあるんだしよ。はい、いや楽しいな、普通に楽しい。うぅ、食ったな。先輩何個食べたんですか。あー数えてね。お店の人びっくりしてましたよ。いいじゃん、残さなかったし。残すのは店の人に失礼ですからね。そういうことだな。先輩少し休みます。うん、そうだな、そこの公園で休憩するか。はい。さすがに食いすぎたかな。大丈夫ですか。ああ平気平気、少し動けばすぐにまた腹減ってくから。すごいですね、少し羨ましいかも。羨ましい。はい、あれだけ食べても先輩全然太らないですよね。そりゃハードな練習してっからよ。今だってほれパワーリストつけてんだろ。あ、立会テニス部名門のおもり入りですね。外すと真田がうるせえからな、ずっとつけっぱなし。なるほど、それだけ運動していれば太らないわけですよね。お前も運動してみたらどうだ。さっきのボーリングでも思ったが、お前運動神経良さそうだしよ。そうですか、じゃあジョギングでも始めようかな。おお、なんだったら俺が一緒に走ってやってもいいぜ。え、本当ですか。まあ時間が合えばだけどな。ふふ、本気にしますよ。まあなんだ、何にしても運動するのはいいことだぜ。はい、いっそのことテニスやればいいのに。そうすりゃ一緒に。え、ああいや何でもね。そろそろ行くか、今度はゲーセン行こうぜ。ゲーセン。はい、なんかさ意外と強引じゃないところが好き。楽しかったな。でもどうなんだろう、あの人の気持ち。ん？お前たちの模擬店で使っているあんこを作っている業者がな、ほほー食中毒を出した。そうですか。